でしょ？だからいつもお世話になってるマスターに何か贈り物をしなくちゃと思ってパンケーキを焼いたんだ。いつも台所にいるあのおじさんに手伝ってもらったけど、ほとんど一人で作ったんだよ。部屋に入らなくてとりあえずここに置いたんだけど、どうかな。特製の鉄板から自作したからね。私のパンケーキの逸話に忠実に伝統的な手法で作ったんだよ。台所おじさんが靴底にベーコンを貼り付けて、鉄板の上をスケートして油を引いてくれて、華麗な5回転半アクセルも見せてくれたよ。で、その後は混ぜるのも焼くのも自分でやったんだ。冷めないうちに召し上がれ。早く食べちゃわないと、さっきから廊下の交通渋滞が深刻だから。一緒に食べてあげるね。